1週間お疲れ様でした。いつもご視聴コメントありがとうございます。初めての方も動画を見つけてくださり嬉しいです。今回の動画は事情により前半東京横浜の滞在、後半は北海道でのいつもの暮らしの綴りとなります。予定通りに進まない、突発的なことも起こったりして、またまた横浜に呼び出されました。ちびっこ界隈では大流行のプール熱、アデノウイルス感染症、娘の一大イベントに限って孫が感染して熱を出す、保育所は出席停止。もうね、私が行くしかないんですよね。なのでね、出発の朝、さつきと散歩しながら森林浴しました。そんなドタバタな暮らしですが、よろしければ最後までご視聴ください。しない。お熱測ろうか。やだ。ママがお熱測りなさいって。ママに、ママに泣いてるって言うとこ。やっぱりママにお尻プチュってしてくれてよかったね。あ、思い出した。あ、よかったね、よかったね。Thank you.
多少かった。何時格好してるんですか？おはよう。めいちゃん。めいちゃん。その格好。
今日は魚よ。めいちゃん煮魚は興味なし、うん、生協やで。いつもの冷凍です。うん、美味しいやろ。山芋いっぱい食べてや。きんぴらは甘い、うん、お肉ちょっと入ってるかな。コクは明日の弁当もある。暑かったな。うん、なんでなの、お腹しよう。カメムシ大ハネ。なんで？カメムシ臭いからな。なんでカメムシ？そんなうちあんまりカメムシいつもおらんの。今年なんか多いね。私はカメムシとあのテントウムシ。テントウムシは毎年いるけど、カメムシも。テントウムシもいるけど、カメムシも多い。行けますか。小林さんからいただきました。これゴールドスター、札幌ビールゴールドスター、初めてです。こんな高級なビール、ありがとうございます。いただきます。で、どなた様もお疲れ様でした。で、今日はね、横浜から帰ってきてやっと落ち着いたのはいいんですが、畑のねちょっと整備をして、で、きんぴらごぼうを作って、で、お魚はサバのみぞれ煮、コープ札幌の冷凍もんです。で、山芋ときゅうり切っただけ。今日は10月24日、もうすぐ投票日ですね。27日投票で開票で、どんな結果になるのかな。私が住むね、北海道十二区ってね、うん、これといってあの推しの議員はいないのですが、っていうかもうね、小選挙区2人しかいないんですよね。そんなんもうね、新田さんに入れるしかないよね。うん、おいしい。で、比例代表はうん、いろいろ迷ったんですが、日本保守党かな。寸前まで迷うと思います。なんかいろいろ当日開票の速報を見ながら晩酌したいと思います。やっぱり生協の冷凍のお魚、みぞれ煮は美味しいです。こんな味自分では作れません。山芋ときゅうり、もうね、簡単なものばっかり。で、横浜の孫もね、なんとか元気になって、熱も下がって元気になりました。うん、その代わり私はえとえとです。
やっと夏バテが治ったかなと思ったら、急に呼び出されて、前日に呼び出されて、次の日に飛行機乗るという、もう去年も同じパターンでしたね。なんか重大イベントがあるときには熱出すんですよね、子供ってね。数年で終わると思います、まだね、畑ね、整備できてないんです。今日やったけど半分もできなくってなんか疲れてね。とりあえず平和な日常に戻りました。どなた様もお疲れ様でした。乾杯。いってらっしゃい。うまっ。お座り。お座り。お座り。グータッチ。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いいたしましょう。それまで皆様お元気でお過ごしください。またねー。